愛知県の大村知事は、今日国が行う二体式洋上風力発電の実証実験4候補地の一つに、田原市豊橋市沖が選ばれたと発表しました。現在、国内に2基のみの二体式洋上風力発電について、国は2030年度までに新たに2カ所で実証実験をする計画で、田原市豊橋市沖は年間を通して風が吹き、電力需要地にも近いことから県が候補地として応募していました。 愛知県は CO2 排出量が全国2位と再生可能エネルギーの普及が課題となっていて、大村知事は産業を守っていく意味でも、洋上の風力発電に何としてもトライしたいとしています。最終決定は来年の春です。